はもう雲の上か。まるで神様になった気分だよ。コホン、人間たちよ、僕をあげめるがいい。何これ、独り言？怖っ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで出発しましょう。違うさあ今回行くのはミラさんとさっちゃんとプーさん。ヒッコちゃん今すごいやる気満々そうやったけど違うの？あ、よねよね。なんかめっちゃ肩回したりとかしよったけど。これで次もう合流やろう。え、まだまだなの？ちょっとあとちょっとやんそこの距離クシュン大丈夫？え、おならじゃないよ今のは、くしゃみだよお、それ新しい服？いいね、新鮮。服を褒められて嬉しそう。みんなちょっと今ね、戦隊ヒーローみたいになっとるけんねいいね、いいね。犬飼いたい？あ、ここで敵が出てくるんか。なるほど、ランプの魔人ジャイアン、ヒャッホー。これはもしかしてファラオにされるやつですか？ファラオジャイアン2世。うわ、2世になっちゃった。顔どうした？私も手伝うよ。なるほどね、それぞれこう何それぞれでこういうメインの敵とちょっと戦ってからの合流ってこと。なるほどね。頑張ってこう、頑張ってこう。あ、ほらファラオになった私ファラオ。でもちょっとファラオになったさっちゃん可愛くないとりあえず安全地帯に避難させておこう。結構この色好きなんやけどね。なんか最初、初期のさ、ファラオよりもいいことない？敵も弱ってるよ、頑張ってこ。速攻で呪いかけたわ。さあ、帰っておいで、さっちゃん。一瞬やったね、ファラオさっちゃん。敵も弱ってる。まだそんな弱ってないんじゃない？あー、もうそうやって連続で攻撃してくるのやめて。発射準備。あー、ピッコちゃんか。お、めっちゃ、え、すごいダメージじゃない？やば。それ多分さ、撃たれた方側撃たれたピッコちゃん側もだいぶダメージを受けたんじゃないかと思うんだけど。でもいい感じに多分ね、体力は減っていると思う。あー、ファラオだあー、ファラオだ。このなんか水色と紫の組み合わせもいい感じよね。おお、あっという間やった。絶対さっきのさ、人間大砲聞いたよね。ヒャッホー、イエイ、勝利。じゃあ、プーさん。プーさん、ファラオのまんまやったけど。お、ミラさん、レベルアップ。はい、そしてこのボーナス経験値は、フィッコーちゃんに女王家のスープ。さあこれで魔人も元通り。はい、ヒャッホー。またまた俺の顔を取るなんて超魔王のやつめ。やっつけちゃってくださいね。あ、俺は真面目に生きてます、ご安心を。真面目に生きてるんならよかったよめっちゃ敬語やったし、まだまだ。はい、開ける。1580ゴールドゲット。また誰か強化できるかな、足りんかな。4116ゴールド足りなそうな、足りそうな、微妙な感じやね。はい、おはよう。はい、それじゃあ料理お任せで。うん、ダメだな。あ、2人ダメやったんか、クルミンだけかと思った。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。
ボス猫手袋が欲しいです。ボス猫手袋すごいね。え、これが一番強いやつではなく、ボス猫手袋ってどんな、ボス猫っていろんなのおることない。あー通り過ぎないで。おーギリギリ、めっちゃギリギリやん、やば景品ボス猫手袋ゲット。あーすごいボス猫な感じするいいねいいね。てか色もぴったりじゃない今の服に。さあこれでクルミンが強化されて、次お小遣いは、よし、フィッコーちゃんヒイラギの葉っぱでいこう。クリスマスって感じやねさあこれで強化されたと。さあまあそれじゃあ次はあれやね、もう合流やね。合流するだけやろうけん、メンバーとか関係ないかもやけど。はい、さっちゃん、ミラさん、プーさん、あと一人。どちら？お、クルミン、任せなさい。かっこいいね。かっこいいね。ちゃんちゃん子はかわいいけど。はい、合流。あ、あれは？あー、やっと合流できた。おーい、さっちゃん。無事でよかった。はぐれた仲間たちが合流した。これでもう速攻速攻宿屋へ。キャンディーと仲直りしたい。あ、まだ喧嘩したまんまなんか。さあちゃんと仲直りをしましょうか。キャンディーさんはここね。はい、キャンディひどいことしてごめんね。またキャンディと仲良くしたい。思ったけどミートピアはさ、トモコレみたいに許しませんみたいなのないんかな。私もありがとう。あゆな、ムカムカ終わりね。許しませんパターン見たことないもんね。ないってことかな。あゆなを許した。さあそれじゃあ料理お任せで。あーダメだな。あ、結構な人数死んでるなそしてやっぱ1回あたりの人数が多いけんさ、減る料理の量も多いなはい、ルーレット、英雄のステッキをください。これは誰の？キャンディーさんかな。とりあえず半分英雄のステッキ当たる割合が、いけ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 、あと1回。おー、いったー、やったね。止まるかと思ったペア旅行券 S クラスぐらいで止まるかと思ったよ。はい、景品英雄のステッキをゲット。あ、リミちゃんか、なるほどね。はい、かっこいい。多分この辺の武器とかはさ、もう今までにゲットしたことないとこらへんやないんかな。前回のファーストシーズンでお小遣いも16ゴールドしかない少な。はい、それじゃあ出発しましょうか。さあ今回は、お、はい、リミちゃん、メグちゃん、キャンディーさん、あ、こんだけか。そっかそっかそっか。もう一人はアイナやもんね。魔法使いの武器ステッキを12種類集めよう、達成。さあ超魔王は一体どこにいるんだろうか。探検家がこの奥に、あ、あそこの扉の中に入るってことかな。次ぐらいに行ける。行くか。あ、いきなり探検家かと思ったら結構普通に、いやでもすぐに出会うねあ、違うんか。あ、なんか落ちてるよ。アユノは MP 飴を1個ゲット。手持ちに加えた。私が頑張らないとって言いながらめちゃくちゃ後ろの方におるけど。あ、おったおった。悩む探検家、税金、むむむ、ここはもう雲の上か。まるで神様になった気分だよ。古本、人間たちよ、僕をあげめるがいい。何これ、独り言？怖っ。ふはははあ、気づいた。は、君は久しぶり、探検家の税金だよ。
よくこんなところまで登ってこれたね。え、もっと上に行きたいって？だったらこの貝を探すといいよ。そうそう、ずーっと上に宝物庫があるんだってさ。そこでこの言葉を思い出して。お宝を求めるのなら見えない道を行け。じゃあまたどこかで。このセリフは聞いたことがある気がするな。頑張るぞー。見えない道か、絶対あれよね、リアルでそんなんあったら一歩踏み出す勇気が出ないわ私は。なんかよくドラクエとかでもあってきたさね、ここ一歩踏み出したらみたいな。落ちるとしか思えんやん、怖すぎやろ。でも扉下にあったけど上の方に向かうといいの？ちょっとよくわからない。あの扉は違うってことかな。はい、それじゃあ料理でお任せ。あ、これだけもう。あとあるの？あれだけ？マジか。種類は1種類しかないのね。つら。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。銀のフライパンをください。これはアユナよね。フライパン、フライパン。ちょ、強化して、こ強化。お、これはいける気がするぞ。はい、止まるでしょ、ここで。オッケー。いい感じに武器ばっかり当たりよるね。景品、銀のフライパンゲット。はい、あゆなに。ふぅ。とりあえず、お金は全然増えよらんけど、まあ、ルーレットでもらえよるけん、いいかなっていう。はい、それじゃあ出発していこう。さあ、今回一緒に行くのは、おりみちゃん、そしてめぐちゃん。あれ、同じメンバーになってるよ。あ、ミラさん。オッケー、行こう。で、今回は、キャンディさんとミラさんが入れ替わったってことやね。お、扉のとこまで来たよ。はい。入っていこう。あ、もういきなり扉なんや。行き止まりか。あ、何かが必要？壁に穴が開いてるけど。今は進めないらしい。まだ必要なものが手に入っていない。んー、これ何？これなんか、ある？あ、別に関係ないんか。全然関係なかったっぽいわ。周りになんかいっぱいあるね。危ない分が。エクスプロージョン。もうこれで爆発してくれるんじゃないの。ほらほらほら、いい感じ。これでね、連鎖で全員自爆して終わりっていう。これは勝利でいいのか。勝てたというか、なんというか。あ、でもお金いっぱい入る。 いいねいいね。めっちゃいいやん。あんな一回攻撃仕掛けただけであんだけのお金が入ってきたら。そもそもなんで大魔王になったの？それは、僕はバナナ工場の作業者だった。毎日たくさんの HP バナナを作ってた。このまま石をバナナを作り続けるのかな？本当にそんな人生でいいのかな？そんなこと考えてた時に、あの声が聞こえたんだ。力をやろうと。お前を偉大な存在にしてやろうと。僕はその声にそそのかされて、開けてしまった禁断の箱を。黒い何かが飛び出して僕に取り付いた。あいつが、魔王の呪いが。体を奪われた僕はあんな姿に、邪悪な大魔王の姿に変わっていた。聞け。あの、聞いてる？うん、大変だったね。ところで、今魔王の呪いが取り付いてるのって、大賢者マリア。私の恩人だよ。そんな、大賢者様が。大変だよ。ちょっと早く解放してあげないとね。どうした？何にテンション上がった？はい、上に行こう。やる気満々。お、いいねいいね。その連鎖はいい感じよ。リフィネは疲れてフラフラだ。あー、ちょ、顔面から。ごめん、軽いよ。リフィネアヤに向かってきた。それは来るね。確かに来るね。だって後ろからぶつかってってさ、顔面泥まみれになったらそりゃ怒るよ。へいへい、わかるよその気持ち。何が分かられたのかがわからないわ私は。ゲーム券3枚ゲット。ゲーム券も大事。ちょ、
次はあの上にある宝箱のところに行けばいいってことかな。ここはここで一応ストーリーっぽいのがあったけん必要やったんかもしれんけど。お、二人で筋トレですか。基礎体力を鍛えることが美しい体を作り上げるトレーニングだ。うおー、二人の絆が強くなった。あんなスピードで腕立てができるってすごいよね。絶対できんねえけど。大好き。二人は怒りの復活を覚えた。自分が倒れていて相手も倒れた時に再び立ち上がる。はい、そして違う。そしてあー、もうなんかこの二つしかないっていうのがね。選択肢なさすぎか。どっちも食べたくないですって感じやね。はい、ゲームコーナーでルーレット。お、これ確実に手に入るやん。四つ葉のクローバー。四つ葉のクローバー、これはピッコーちゃんってことかな。え、でも帽子と服や。え、これ手に入らんや、マジか。この割合で手に入らんか。経験値そこそこ。うんうん。それじゃあここはキャンディーさんに。はい、これでレベル21。お、ニガキュアを覚えた。聖なる輝きで仲間一人の HP をものすごく回復する魔法。ニガキュアを覚えたことなかったよね、今まで。いいね、いいね。はい、そしてお小遣い2036やけど、どうかな。いやー足りねえ。あー全然足りねえ。あー辛い。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、なんかこの上の方にある宝物庫に向かえばいいんやっけ。なんかそんなことを言おったよね、あの冒険家、探検家が。